それではまあ、クリカーを使って、お手元の真ん中のレジの装置なんですが、エレクトリカーを使って、アンケートをお願いいたします。でまず、一番最初の質問ですけれども、今週1週間を平均して、大学の授業以外に1日何時間勉強したか、まあ、先ほどもありましたけど、ね、1時間未満である、1時間から3時間、3時間から5時間、5時間以上、まあ、そういうことで、手元にあるこの、クリカーの、番号を教えてください。時間は20秒です。はい、ありがとうございます。じゃあ95名の方に、ね、答えていただいて、これで見ると、あ、すごいですね。まあ、伝わるのがなかなか不思議なんですけれども、まあ、1時間から3時間というのと、5時間以上というので、まあ、2つなんかいいことで面白いことですね。なぜそうなっているか。まあ、学生さんのタイプなのか、その戦闘によって違うのか、まあ、関連を調べても面白いかもしれないです。はい、ということで、次にします。次にですね、今度はイエスをですね、大学の授業以外に学ぶ時間を確保することが必要なのかと、1必要から2が必要ではないということで、1か2かでご覧ください。これはすごいですね。本当に高いですね。必要であるというのは 94% で、必要ではないというのはなぜか 6%、まあ、いろいろ意見があるということですね。はい、ということで次に行きます。次はですね、実社会に出たときに、大学での勉強が役に立つと思うか、これはまあ大学が挑戦を受けているのかですけども、お願いします。まあ、一応思うという方がある程度、まあ、6割今日歌っているので我々一応胸は張ってなるかもしれませんが、35% の方に、まあ、だから大学があんまり機能してないですけど重大な問題なんですね。はい、じゃあ次に行きます。次はですね、大学での学びを通じて、企業が採用にあたって学生に求める知識能力が身についてつく、あるいはついていると思うかどうかということですね。だから就職活動とかというときに十分な知識能力を大学が提供しているかということなんですけれども、まあ思う思わない、二択でお願いします。はい、ありがとうございます。これはもうちょっと厳しい批判になってますね。思うって人がとにかく 20%、30% 来ちゃったんですね。で、70% 以上、今日の人が思わない、まあ、これ非常に重要ですね。学生さんの、まあ、ある地区、まあ、これが全てのニーズではないと思いますけれども、やっぱり基本的なことですね。出口のところに役に立たないというのは、やっぱりその学生さんのニーズに応えてないということがあるかもしれないです。ありがとうございます。はい、次なんですが、自分の、まあ、関連するかもしれないですね。自分の期待する知識能力が得られるのであれば、今より多く勉強しようと思いますか、まあ、これは我々大学側が何かしたらば答えてくれるかという、そういう質問だと思うんですが、思う思わないというところでお願いします。
ちょっと人数が減りますが、悩んじゃった人がいるんですかね、3年ほど。はい、あ、思うということで、どの方は思うと思ってくれ、まず見つけて、ということで、我々のまだこれから努力しがいがあるということで、まだ、なんですかね、コミュニケーション意図がしっかりつながっているということで、安心しました。はい、次ですが、将来の職業、あるいは方向が決まっているか、まあ、ご自身の進路というのですが、決まっているが1番、2番がおおよそ決まっている。3番は決まっていないということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここは前日に行ったんです。はい、そうするとですね、そうですね、まあ、決まって、およそ決まっているって人が、まあ、大体 80% 強ということですかね、で決まっていない。まあ、これはですから、その職業とかいうこと、決まっていない人も、もちろん大学のメンバーとして、学生さんとして存在するということを、まあ、我々もちゃんと考えていただくことを示すかもしれないですね。はい、次に、大学で専攻している分野を決めたのは、いつですか、専攻する分野を、今のだから専攻を決めたんですかということですが、1番は小学校、2番は中学校時代、3番は高校学校ということで、お願いします。
実際にもちょっといろいろ関連を調査する必要があるかもしれないです。クリカはこれ実は相関が取れるんですよね。インプットした人 の ID が、テンポにある ID が分かったりするので、そうすると相関も取れますので、後で、で貴重なデータとして分析させていただきます。大学で何を高めたいか、大学での学びの目標ということになると思うんですが、これは非常にたくさん多岐にわたって残念ながら1個しか選んでないので、自分としては一番これっていうのでやってくださいということでお願いします。で、1番目は教養を高めたい、2番目は専攻分野の専門的な知識で、3番目は職業に関する専門的な知識、4番目は英語力で、5番目は問題解決能力、6番目は社会力、いろいろ多岐にわたっています。とにかくこれが私の知識というのでお答えください。一番突出しているのは2つですね。専門的な知識を生んだということと、もう一つは今求められている、問題解決能力ということで、そういうのが正しくあれですよね。自分に必要なものをちゃんと認識していらっしゃると思っていいかもしれないですね。次に、憧れる分野や人物がありますかという質問です。で、1番は入学前から、2番目は入学後に、3番目は今はない、4番はなくなった、わからないというものなんですが、それじゃあお願いいたします。人が約 80% ですから、そういう意味では入学前、入学後、いずれにしてもそれなりにその憧れる分野、人物があるというポジティブな答えだと思います。入学後に持ってたという意味では、大学のでの学びの成果が出ているということもあるかもしれない。半分は入学後に、大学というのはそういうところもしっかりとメッセージとして伝えるということがあるかもしれないですね。はい、海外留学が将来海外で働きたいと思いますか。このグローバル化の時代で学生さんはどう思っているのかということですね。海外に目が向いているのかという、そういうことなんですが、1番目は思う、2番目はやや思う、で3番目はどちらでもない、4番目はあまり思わない、5番目は5段階ですね。ということでお願いします。多分これで今何もって言われると困るんですが、多分これが違うと思うんですが、ありがとうございました。